本の材料を準備します。チャーシュー、長ネギ、卵、塩コショウ、味の素、中華だし、日本酒、薄口醤油、それと温かいご飯1合です。テフロンの鍋にサラダ油を入れ、温度が上がったら卵を入れ、白身に半分火が通ったら温かいご飯を入れて、フライ返しと木べらで押したり混ぜたり返したりして、卵とご飯をよくなじませます。フライ返しなどで上から押さえるようにするとご飯がばらけやすいのですが、押さえすぎるとご飯に粘りが出るので注意してね。よくなじんだら、チャーシュー、長ネギ、塩コショウ、味の素、中華だしを入れ、ここでしっかり炒めます。仕上げに日本酒と薄口醤油を混ぜたものを入れ、ひと炒めしたら出来上がりです。もうこの辺からは炒めるというよりなじませるようにささっと切る感じかな。紅生姜を添えていただきます。今回はフライパンを煽らずにフライ返しだけで作りましたが、鍋振りや煽りが苦手な方でもとても美味しいチャーハンができます。一度試してみてね。